レベゼンフォックスのモルサテスラハパキーパカパールナマサヤ DJ 社長アンドミヤビーイエーイということで2日目です。はい、楽しかったですね。昨日楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。我慢した後の飯うまかったっすね。あ、めっちゃ美味しかったあれは本当に美味しかった昨日フィッキーから電話かかってきてたよ、ね、夜そう事件事件バンバン来てて、で電話出てなかったらいろんな人に今度電話しだして。え、本当にエフリンとか。ああそうそうそう、エフリンも電話来たって言った。エフリンが電話出てなかったらエフリンのマネージャーに連絡かったみたいで、すごっ、やばっと思って終着本当にすごいみたいで。え、じゃあまだ連絡取ってないの。いや、朝起きて、入ってて連絡が、で、日本帰ったらビデオコールしようみたいなの入ってて、はぁ、寝起き悪とか思って、なんか目覚め悪こんなのとか思ってで、電話がさっき鳴ってた。あ、さっきも鳴ったの。さっき鳴ってた。じゃあ今電話してみればいいの。出るかな。出るんじゃない。お、ちょっと携帯持ってくる。今やってみましょうよ、せっかくなら。電話しよう電話しよう。いや、その何で出らんかったかって遊んどったけ、普通に夜電話かかってきたタイミング動画は別に回す感じじゃなかったんで、フィッキーさんすいません、そういう理由で電話出てなかったんですけど。なんかちょうど13分前にまた来てた電話テレビ電話うん、かけよう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 。ちょっと待って、俺これ映らん方がいいけん。I am very good. Bali's very nice. I'm very busy in Jakarta. Ah, you're busy in Jakarta? Yeah, I want to meet you. Ah. How long are you in Bali? Until tomorrow. Tomorrow, what time are you back to Japan?I think afternoon I go transit Jakarta and Jakarta, Japan. Jakarta? Just in airport. Yes, it's just transit. But next time I'll come back on June. Yeah, I'm prepared for this TV show. Oh, everything, and we match. Yeah, have the money together. Money together. Yeah. Okay. Yeah, sponsor pay you and me for the meet and one show. Oh, in the show, okay, TV show. Yeah, I need your management. Maybe later. Yeah, I wanna call your manager. Okay, and then yeah, just talk there. Just talk. Perfect. Okay. See ya. Okay. Bye bye. Show. そんなこと言うなって。違う、なんかズズズズってくるの分かる？ね、ニコニコしちゃったね、でも。そう。苦手。ちょっと目キョロキョロしちゃったよね。なんかニコニコしちゃった。で、なんかうんみたいな。大丈夫だったかって。まあ、仕方がないよね、でもこれは。嘘つけませんから。そうです。うん。本人がこうなってるなら。はい、だって会ったことないもんね。まだ。物事には順序ってありますからね。そうよ。仲良くなって、ね、その、イエーイとか遊ぼうよとか、俺はみやびと仲いいぜとかね。うん、そう。あるやったらわかるけど、まあ順序飛ばしてね。めっちゃ飛ばしてる。めちゃ飛ばしてる。すごいよね。これ遠距離してる彼氏みたいな感じ。ね、ちょっと彼氏っぽかったよね。そう。まあ、その順序飛ばしたらそうなりますわな。まあ、ちょうどジャカルタトランジットは何時間だって。いや、来るじゃないですか。めちゃめちゃ来るやんけ。バンバンやん。それ来るやつやん。やばい。ちょっと待って、一回エフリン電話してみるわ。オッケー。もしもし。あ、もしもし、エフリン。あれやろ、さっき言ったけどエフリン。あ、なんかバリに来るよみたいなこと言ったんやろ。あ、昨日なんかマリアさんともう連絡取ってて、でもうあの許可取ったから明日行くねって。何の許可？何の許可？え、何の許可？直接マリアさんと連絡取ってくださいねっていうふうに言っときました。なるほど。これだ。あ、え？じゃあエブリンに、はい、もうマリアの許可取れてるから俺バリ行くわって言っとったってこと？はい、もう約束してるから的な感じでした。その約束はしてない。ない。
マネージャーの携帯にまで連絡してたんで、ああ、はい、多分結局マリアさんあの返してなかったけん、あ本当ですか、今電話張ってきてますよ、フキさんから。で明日何時に日本帰るんだみたいになって、ジャカルタ経由して帰るよって言ったら、じゃあ何時のジャカルタの便だみたいにもなって、そうあーどうするんすか。でもチケット買わないと入ってこれないし、うん、でも正直ですけど、正直みやびさん的には会いたいですか。いや、そんな大ごとになってこんなだったら、ちゃんと正式になんか、あ正式にちょっと一回対談みたいな、あそう、いきなり空港でヤッホーみたいな、ちょっと面白いけん、なんか普通に俺ら見守っとくけん、普通に会って喋る、明日ジャカルタで、それやめた方がいいと思う、エブリン的には。行くって言ったらすぐ来ると思うけん、彼は5分前くらいに言えば来るんで、うん、やばい。ちょっと考えよう、一回考えてみるね。じゃあ6月でもいいような気がする、はい、6月だって時間あるしね、ちょっと考えてみるね。はい、わかりました、了解です。はーい、約束してるってすでに言ってたって言ってるけど、しないもんね、そんなの。してない。テレビとか連れてきそうじゃないですか、テレビにして。まあでもテレビも面白いもんね。ですよね、うん、そのフィッキーとミヤビが会うってなったら、うん、ついてきそう、うん、面白いね。でも面白いけど、なんか身の危険を感じるのは私だけか。守るよ。じゃあお願いします。僕が守るよ。お願い。僕がお金払ってボディーガードを雇って守るよ。間接的に僕が守ってるよ。ボディーガードで払ってるんで。よし、じゃあこれもうすごい勢いで上げとこう。絶対にさっきの動画を上げると思うよ。え、上げるんじゃない？上げるよね。明日会うぜとか言うんじゃない？なんか全部約束してないのに約束してることに、うん、だけどこっちもすごい勢いで編集してあげよう。あ、そう、うん、こっちもしよう。じゃないと勘違いされるよ。そうまたインドネシアの人みんな勘違いしてるから。よし、じゃあそんな感じでこれすぐ編集してアップロードします、はい、じゃあこの次の動画もまた空港で会ったら第3弾あります。楽しみにしてください。ぜひ、でリアルタイムインスタで上げていこう。ストーリーとかで上げるんで、インスタもフォローしといてください。じゃあねー。あーい、オッケー。あーいいよ。みんなトロン食べづくらい、みんなトロン食べづくらい、みんなみんなトロン食べづくらい。